いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年式メルセデスベンツ E200 ステーションワゴンアバンギャルドスポーツをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパーに飛び石フロントガラス複数箇所に飛び石 左リア以外の3本のアルミホイルにそれぞれがり傷左フロント以外のドアエッジに傷リアバンパー複数箇所に1000傷がございます走行距離約3万 3000km 走ったお車です外装色はオブシディアンブラックインテリアは ブラックハーフレザーが採用されております最新の安全機能に加え新たな技術を搭載した新型 E クラス今回のお車は新デザインに豪華装備を兼ね備えたステーションワゴンアバンギャルドスポーツでございます見た目よし使い勝手よしとおすすめの1台ですヘッドライトには LED が採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけます エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。最高出力は184馬力を発揮します。アルミホイールは19インチアルミホイールが装備されております。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトにも LED が採用されており、後続車への視認性も高くスタイリッシュなデザインです。マフラーに関しましては、 左右、二本出しのものが装備されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動で行っていただけます。十分な広さが確保されており、スーツケースを複数個収納することが可能です。後部座席を倒すことで長いお荷物も収納することができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは ブラックハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席、ともに若干の使用感がございます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトにて自由自在な変速をお楽しみいただけます。また、アダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションに関しましては、純正、 HDD ナビゲーションが装備されておりますバックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されており安全に駐車していただくことができますシフトに関しては急速のオートマチックシフトが採用されており走行モードに関してはセンターのスイッチにて複数のモードがお選びいただけますフロント両席にはシートヒーターを装備しており肌寒い季節も快適にお過ごしいただけます 続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましては目立った使用感はなく良好なコンディションを保っておりスペースも十分に確保されております合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いといたしません今回は2017年式メルセデスベンツ E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツをご紹介させていただきましたどこまでも究極を追求し常に時代の最先端を走るメルセデスですが特に安全性能には定評があり安心して快適なドライブをお楽しみいただけます使い勝手の良いワゴンタイプで弊社でも人気の高いモデルとなりますのでお探しの方はお早めにご検討いただければと思いますよろしくお願いします